皆さんこんにちは。私は ISF 独立言論フォーラム編集長の木村明です。今日はいつものように元参議院議員の平野貞夫さんに、ゲストとして来ていただいております。今日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、この間、日本の政治についてとりわけ統一教会と自民党の問題などについても国葬問題も絡んでお聞きしてきましたけれども、今日もその問題に、ついてですねお聞きしなくてはならない、情報なども出てきましたのでお聞きしたいと思います。昨年の段階で統一教会の被害者に対する救済法がですね、いろんな問題点を残しながらということですが一応成立して、自民党としてはですね、その確かに今質問権を行使してですね、その統一教会を解散認定するかどうかという問題も上がってますけれども、基本的にはその自民党とのですね関係、統一教会との関係を断絶するということで、一件落着の方向に向かいかけているとも思うんですね。そうした中で今、一つ大きな、情報として出てきていますのが、この1月29日版の赤旗日曜版で、大きく出されているですね、その自民党と統一教会がですね、この関連団体である世界教授アカデミーなどとの、 この密接な、関係をし、80年代のことみたいですね、定期的な勉強会をし、その中でさまざまな働きかけを受けて動いていたということが、明らかになってきたみたいですが、このと赤旗に出ているこの問題について平野さんはどのように見ておられるでしょうか。はい、平野さんのコメントも出ているようですが、はい、1月の23日に、211回通常国会が始まりましてね、はい、で岸田首相が、施政方針演説で、後の方でほんの付け足しにですね、はい、統一教会の問題について触れておるんですよね、でここでは70文字ぐらいですけどね、はい、昨年、与野党の協議で、被害被災者の救済法を成立させたと、はい、でそれに基づいて適正な適用をやって、被災者を救済して、はい、そして統一教会、問題を誠を閉じよう誠を閉じようという趣旨の言葉で閉じていますよね、はい、明らかに、自民党公明党政権としては、もう統一教会のことについては、これで被災者を救済する、それ今後被災そういう被災が起こらないようにと、いうことに問題を移そうとしてるんですね。それ問題の矮小化すり替えとも言えますよね、はいはい、それで、率直に言いまして何度も申し上げたんですが、被災者救済法というのは、本当はですね、そのマインドコントロールによる寄付を禁止してませんね、十分な配慮を持って、それを対応しろと、いわゆる決めるのは裁判で決めることだと、こういうことで、公明党が創価学会の、言うことに、言うことを聞いてですね、そういう形で飲んで、はい、その代わり、安保三文書の、その敵基地攻撃、はい、能力の金が反対であったものに賛成するという大変な取引があった法律 で、これは誠にこの日本の憲法をその破壊した行為だと思うんですが、それだけでなくて、あの救済法というのは
要するにあの創価学会とか、うん、統一教会の、はい、その洗脳による寄付をある意味で保証したようなものですよね、あの文でございましてね、だから私は大変な悪法だと思ってます。あれをね、はい、適用するなんてことはありえない。そうですね。それに最大野党の立憲民主党が妥協したっていうか、賛成したことを大きな問題な、ね、それがもう日本の国会の堕落のね、はい、あの根本だと思ってますが、はい、しかし本当に宗教と政治、うん、それから統一教会あるいは創価学会の問題をですね、本当に、解決究明適正なものにしようとするならですね、はい、私はあの統一教会が、うん、自由民主党という政党の中で、うん、しかも大半政権政党でしたがね、はい、そのにどういう形で、影響を及ぼしてきたと、うん、かということをあの事実を究明しなきゃいかんとか、ね、そうですね。で各党もその要求をしてますが、うん、岸田首相は安倍前首相が亡くなったから、はい、その究明はする必要ないと言ってあの決定ますね。そうですね。そして、野党側のあるいはマスコミ側の国民側のその自由民主党とその統一教会の組織的な癒着について、うん、なんで、その自民党はあの解明しあの国民に説明しないかと、うん、いうことも組織的なその関係はないと、はい、いうことを総理も岸田首相もそれから茂木、幹事長も、ね、世耕参議院幹事長も、はい、公式の場で言ってます、ね、国会の場ではっきり否定してますよね、はい、でそれに対してこの1月29日に出された新聞、はい、赤旗日曜版ではですね、ですね、組織的癒着関係を、はい、実例をもって、しかもその自民党元職員ですね、本部の関係者ですね、の証言、証言とそれから自由新報とか、うん、それから自由民主党年報というあの年間ですね、うん、その自民党から出したあの公文書からですね、発行公にした文あの本から証明しているという、うん、したがってこれはあの、うん、私読みましたところですね、はい、あの組織的癒着というよりですね、うん、もっとこの程度の高いというか深いというかですね、深いというか悪いというか、平野さんの言葉で言えば行動的癒着だという、構造的癒着ね、だからこれは日本の、ね、あの機械民主主義のやっぱり根幹に触れる問題ですのでですね、はい、これはあのあらゆるその安保問題あるいはその日本のその経済のどうするか、はい、あるいは国の方あの危機をどうするかという、国民の生活をするかということをに立案、政治が立案していくその根本の問題だと思うんですよ。そうですね、ここのところを自民党と統一教会が、どういうプロセスでどういう魂胆で、はい、その行動的に癒着してきたかということを、これはあの自民党自身があの究明してですね、国民にやっぱり説明せなきゃいかん、はい、この政治的責任が出るこれらの報道によって出てきたと、こういうふうに思っています。そうですね、この内容についてはまた後からお聞きすることにしまして、はい、今の、平野さんのですね、ご意見はこの赤旗3面にわたって特集をしているんですが、ここでですね、平野さんのですね、コメントが写真付きで大きく出て、おります。それを少し、直接ご紹介させていただきたいと思います。自民党は徹底調査し公開すべきということで、自民党議員の経歴を持つ元参議院議員平野貞夫さんに聞くという形でコメントが紹介されております。安倍晋三元首相の銃撃事件後、自民党幹部らは統一教会との組織的関係は一切ないと繰り返してきました。
しかしそれは大嘘でした。はっきり言われてますね。今回自民党関係者の証言や資料で自民党と統一教会、世界平和教授アカデミーの深い関係の一端が明らかになったことは極めて重要です。自民党は個々の議員が統一教会とズブズブの関係であっただけではありません。自民党本部は統一教会と組織的関与を持ち、その癒着関係は今も続いていると見るのが相当です。最近の政治劣化の根本原因はここにあります。岸田文雄首相は法的にも問題がある反社会的団体との癒着について何の反省もなく疑惑に蓋をする姿勢です。統一教会と自民党の50年間の癒着の歴史はどうだったのか、自民党は徹底調査し公開すべきです。自民党の政策にも統一教会が影響を与えていたことが明らかになった以上、国民への最低限の責任ですと、はい、ここで明確に述べられてますが、この自民党の政策にも統一教会が影響を与えたことが明らかになったというのが、この赤旗の3面にわたる特集の中で、明らかにされていることですが、1980年代に統一教会の関連団体、世界平和教授アカデミー、そこに属する学者グループが80年頃にシンクタンク80年代ビジョンの会を作って、自民党関係者との勉強会を、行っていたと。それを運営していたのが、自民党の調査局で、政策指導研究会議という形で行われていたということなんですよね。でそこで、さまざまな政策提言なども、なされていて、とりわけ具体的な問題としてはですね、共産党攻撃、そして教科書攻撃などが、あったということが明らかになってますよね。この点について少し、はいはい、その前にですね、はい、私がこの統一教会と自民党との、はい、その自民党本部ですよね、はいはい、本部との、 その構造的癒着について何でこだわるかと言いますとね、はい、私は今日本でなぜ健全な政権交代政治が定着しないかという、うんうん、その制度的歴史的研究をやってましてね。でその中でやっぱり日本人の政治気質といいますか、はい、ポリティカルカルチャー、うん、これに非常にその原因があるんじゃないかと、新しい著作を準備中なんですよね。そこでその、はい、問題はですね、うん、それをやってる最中にこの統一教会と自民党の問題、はい、安倍元首相の銃撃死の問題が出てきて、はい、ここでハッと気がついたのは、うん、そのこの関係なんですよね、うんうんうん、で私はこの今木村さんがおっしゃった、はい、その1980年代 の、うん、その自民党の中で、はい、その大勢の学者を使って、うん、世界、教授アカデミーで、はい、平和教授アカデミーですか、はい、がその80年代ビジョンの会というシンクタンクで自民党の組織、組織といいますか自民党の政策に関わってきたと、はい、いうことを、なんで私その、そこら辺が非常にポイントじゃないかと思ってますのがね、私はこの頃衆議院の事務局におりまして、うん、実はその70年代から80年代にかけてですね、衆議院の事務局で、うん、池田内閣から佐藤内閣、うん、田中内閣にかけてですね、はい、あるいは三木内閣にかけて、約10年ぐらいの間にですね、はい、園田副議長秘書、それから前尾衆議院議長秘書というので、うん、約6年ぐらい
いわゆる政党と特に自民党との接触のそのポイントにいたわけですよ。ですよね。でその体験でその頃ですね、思い出すことがあるんですよ、はい、具体的に、はい、それはロキド事件があって、うん、田中角栄さんが逮捕されて、はい、そして、その後自民党の中荒れて、うん、選挙で白紙になりますね、うん、で、福田核福戦争をやめて、はい、休戦にして、はい、福田赳夫大平、うん、それからその後大平さんが亡くなるわけですから、はい、鈴木善光さんという、はい、その政権が続くわけですが、はい、その頃ね、はい、大平さんがの頃そのやっぱりこの白昼国民の信頼を失った自民党を復活させるために、うん、はい、いろんなところからいろんなアイデアを募集したんですよ。で私なんかのところに来たのはですね、そのガバナビリティという、うん、そのいわゆる政権の当時ですね、はい、のガバナビリティっていうのは本質っていうのは何かっていうの、うんうん、そのガバナビリティというその語源を調べてくれるかっていう。で私はその前尾議長が語源学者みたいな方でしてね、はい、いろいろ調べてラテン語のガバナビリティという言葉っていうのは支配をする立場の話じゃなくて、うん、そのいわゆる、国民からですね、はい、国民から支配されるという気持ちをそのトップは持つべきだ、そういう謙虚さがないといかんというような、それが語源だという話をこう知れたところ大変喜ばれましたね。確かその頃ねいろんなシンクタンクから話を聞いてて、はい、田園都市構想とかね、うんうん、まあ、いわゆるこれまでの自民党とは違ったイメージを出します、うんうん、そういう時にですねちょうど年代的には、はい、そのアメリカの議会でそのコリアンゲート事件というのがあって、うん、ありましたね、1970年代の末に、うんうん、その統一教会と KCIA の作戦によって、はい、アメリカ議会がそのすごくその壊されるわけですね、うん、国会議員の賄賂とかそういうのでですよね。それでフレーザー委員会が調査報告を書いて、そうですね、そのアメリカでは統一教会は宗教の顔をした、政治と経済と、うん、その事件の、はい、その、まあ、暴力的機構だと、うん、いう批判を受けるわけですね。1978年にアメリカ議会の会員でフレイザー委員会報告書が提出されてますね、はい、だから事実上政治工作がアメリカでできなくなったわけですね。ですよね。ちょうどその頃日本に移ってくるわけですよね、うん、でその頃からロッキード事件のそのああ揺れてるの後の頃ですからね。で総選だから総選挙が行われますよね、1979。まあ一つは、はい、そのそういう時期であったということと、はいはい、もう一つはですね、昭和47年、うん、田中内閣ができて、はい、日中国回復をやって、うん、非常に国民的人気があるときに総選挙やるわけですよね、はい、うんうん、共産党がそこでね躍進する41推薦入れて41議席取るんですよ。そうなんですね、大躍進ですね。野党第2党なんですよ、はい、その前が19議席でしたですかね、一挙にね2倍以上これはもう大変なことなんですよ。大躍進で、この時の議長がその後の議長が迷ったんですよ、ね、直接で、それでその共産党対策っていうものは、うん、自民党としてはしなきゃいけなくなった。自民党としても しなければ、ね、でその後の共産党ってのはいわゆるいろんな誤解を捨てて整理して、うん、議会主義政党に徹するということで、愛される共産党という言葉があったんですよ。あ、愛される共産党ですね。それで議会の中でも非常にそのなんていうか、なんていうか画期的なことを言い出したわけですよね、はいはい、ですからその
自民党としては80年代に対する、うん、その新しい対応する政党の政策と同時に、はい、その共産党どう徹底的に、うん、その叩くかと、はい、こういう2つのものが課題があって、うんうん、ちょうどそれに統一教会が乗っかってきたわけですね。もともとアメリカでにありましたこれ、ね、アメリカでも、はい、あの韓国でももともとは反共、うん、朝鮮戦争があったもんですからね、はい、しかし統一教会そのものは本当は反共じゃないんですよね、うん、結構北朝鮮と やっとるわけですよね、うん、そこのところは彼ら そのずるいところなんですけどね、うんの一貫しないところですけど、まあ、政治ってのはあのそういうこともありうるでしょう、はい、そうしたのそれに向かってその時期に来たわけですね、はい、で一つ大きな柱が共産党攻撃、はい、で教科書攻撃キャンペーン、はい、その二つが主な形でやられたということなんですね、はいはいでその時の、はい、この新聞爆破団の、うん、にはその時に関わった、その自民党の本部職員 の、はい、複数の人が、はい、証言してるわけですよね。そうですよね、はい、自民党本部元関係者は話しますと79年自民党調査局直属の機関である調査局に優秀な学者グループがいる自民党のシンクタンクとして生かしてほしい学者たちも熱望しているという話が入ってきました。すでに当時の幹事長の決裁も降りていました。ビジョンの会といっても看板だけで実態は統一教会の関連団体のアカデミーでしたなどですね詳しく書かれてますし、アカデミーの事務局長をやっていたのが早稲田大学の原理研究会の初代研究者の大脇、後に大脇に名前が変わる純一郎氏ですという指摘がありますよね。この大脇さんが、はい、ここに記事にありますように、はい、まだ言論してるようでして、うん、それでこの人はやっぱ早稲田大学で原理運動を始めて、はい、全国の大学にのそれのいやチャンピオンって言いますから大指導者になった方ですからね。これは統一教会の大幹部だったわけですが、中曽根さんが亡くなった時にこれ大脇さんが、こう書いてるでしょ。その、はい、大脇さんが、はい、ホームページにですね、はい、中曽根さんに大変お世話になったと。あこれその中曽根総理の時に例えば、うん国鉄民営化、うん、などですね、有事法制とか空母の許可とかいろいろね書いて、そして、そのビジョンの会の研究の成果が自民党政府に高く評価され、はい、70年代から80年代、10年以上にわたって、うん自民党か政府の政策の お手伝いをいたしましたと、はい特に中曽根総理の在任時代はその提言のいくつかは政策として実行されたと、はあ、それも典型的なのは国鉄民営化でもあったということ で、ね、で私はねこの時に、ねはい議長そういう秘書役以外の時にはほとんど議運の仕事をやってまして議員委員会ので、困ったのはスパイ防止法案の扱い、現実的にそういうその混乱 の国会の体験をしてましてね、うん、まあなんとなくねその一つのこういった人の動きってのは身に感じたもんですから、はい、そういう措置があったもんですからね、はい本格的な政治改革を、うん、これもやってですね、はい冷戦後の、うん、日本の自立した政治決定をするための政権交代の仕組みを作る政治改革が必要になったということになるわけですよね、はい、その政治改革を最も警戒していたのが統一教会でもあったということですね、うん、その私はですね結局、はい、政権交代をそのするということはこれは議会の近代議会の生命ですからね、はい、政権
交代をさせない、うん、しない、できない議会ってのは議会じゃないんですよ、うん、そう思います、で、それをまあ普通の近代議会政治をやってるように、仕組みを政権交代しやすくするというのは、これがまあ一連のそのロッキード事件から始まってリクルート事件、はい、非常に腐敗政治、そして政治続いてましたね、冷戦が終わると、はい、で日本はこれからどう生きるかという時に、これやっぱり自民党の中から、うん、その自民党を変えようという動きが出てきて、はい、まあ、その中の一つが小沢一郎さんの、はい、政治改革の、うん、それから後藤田さんの政治腐敗を直さなきゃ、うん、政権交代を作る仕組みにしなきゃ、また戦前のような、うん、その悪夢のその時代になるよと、はい、こう言われて、僕は事務局でその担当をずっとやったわけなんですね。でそれができて、うんうん、細川政権がそれをまあ課題は残しましたが一応やった、はい、頃やっぱり統一教会としては、うん、リベラルな政権ができれば、うん、カルト性の強い政党はこれは抹殺されると、うん、当然そうですわな、団体やったね、団体教団は、はい、そういうことで非常に自民党と の, その関係が強くなっていったんじゃないですか。あ、それが大きな契機だった、ね、でその後の創価学会は反自民で、はい、うん、要するにもう創価学会と公明党は分かれましょうと、うんうん、公明党をその解散させるわけですよね、うん、その頃、うん、そして、議会で民主主義の中で宗教団体創価学会は、うんうん、その政党の選択っていうのは準備しましょうとでしたね、いうことを決めるんですがね、大きな変化があの時はあったんですが、で私なんかもこれよかったと思ってたら、はい、その創価学会のその勝手の問題で、うん、まあ、暴力団との関わりなんかの話があって、はい、それを種にして自民党から輸出されるの脅迫されますかね、当時の野中広文、亀井さん、村上和久利さんという人たちが、あ、そうなんですね、それで、これやっぱり政権の方についた方がいいということで、うん、まあ、ごく数人の人を除いて、はい、創価学会でも本当に政治を良くしようとしてもいましたよ当時ね、もう亡くなった人もいますけどね、うんうん、それで自公路線が確定してですね、はい、まあ、いろんなプロセスがあるんですが、はいはい、僕は自民党政権を変えなくするっていう、うん、制度的には変えやすいんだけど、はい、選挙の中で絶対にもう自民党永続政権を、うん、自公独裁政権を作っていくという、そういう選挙をやるようになるわけですね。それに統一教会が乗ってくると、うん、それがまあ民主党が創価学会を自民党につけた上で、独自で300の議席2009年の選挙で取りますわな、はい、あれでもうびっくりしたんじゃないですか、統一教会も創価学会も、そこでいよいよその民主党の政権が野田政権でその崩壊した後ですね、安倍第二次政権で、これはもう創価学会と統一教会の一番悪い部分を、うん、活用した形で、はい、ずっと国政選挙を勝っていってるわけですね。そうですね、その80年代に始まったこの統一教会の関連団体である世界平和教授アカデミーやそのシンクタンク80年代ビジョンの会、これは21世紀ビジョンの会に名前を変えて続くということですが、お金も自民党からですね、アカデミーやビジョンの会に月に数十万円の資金提供をしていたということもね、明らかに、なってますよね。まあね、そこら辺はその私は承知しないんですが、まあ、はい、当事者は
あそのように、それからその証言されてます、統一教会のその系の学者学識経験者を、はい、自民党のその会合に呼んで講演させて、はい、まあ講演料も払うというようなこともあったと思いますからね。ああそうですね。でこの会合には60人から常時100人前後の人が、集まっていたということですね。政策の、まあ、一つの解説をしたわけですよね、はい、そうですよね。で、学者グループの代表的な方のお名前も、出てますが、松下、これは松下俊立教大学元総長、あるいは、福田信之筑波大学学長当時ですね、また慶応大学の、木賀健三名誉教授、そして同じく慶応大学の中村勝則教授らがよく来ていたという証言があります、ね、はい、あの松下さんは、はい、初代のこのアカデミーの会長さんですよね、うんうん、それでこの人が大体そのアカデミーの基礎を作るんですよね、うん、でこの時にはあの自民党というよりむしろ、はい、その労働組合で、同盟系のですね、うんうん、いわゆる反共の労働組合の、はい、まあ、その後政党的にはあの民社となるわけですよ。あですよね、箱根に富士、なんとかあの学校を作って、はい、富士政治学校、はい、要するに、まああれですよね、アメリカの失敗もいろいろあったもんですからね、うん、そのいわゆる反共教育のためのそのアカデミーを作って、うん、そこからあの政界あるいは社会に浸透させるという統一教会の作戦だったんでしょうね、うん、それで著名な人をその非常に積極的に活動して、その後原子力学者で筑波大学の副学長の福田信之って人になって、うん、その方が非常にその統一教会の立場で、その後大学学長にもなられますけどね。で私があの聞いたところでは、福田さんが筑波大学の学長になった頃を、うん、その筑波大学の大学の人事を統一会系の人材にこうつけるもんですから、非常にその、うん、学会でも、うん、問題になったと、うん、それから各学長に声をかけて、はい、このアカデミーに参加するような運動をしてですね、品種を品種を受けたという話を聞いてます。ああそういうことになったんですね。だから学者を使って、うん、こういうあるいは学識経験者が、うんうん、まあその名前だけ書けというので何百人か集めてですね、はい、そういう人たちあるいは官僚ですね、例えば林修造法制局長官とか、うん、法官あの外務次官なんかもそう、うん、メンバーにしてですね、そういう人から自民党に信頼立てていったんじゃないですか、うん、そしてこう入り込んでいくという、うん、そういう実に巧妙な、あの作戦を取って自民党がその影響を受け、行動的影響を受けるようになったというふうに私は見てます、はい、それが結果的に政権交代をさせないという、うん、あの一つの文化っていうか仕組みを作っていったという、うん、